有吉は幸せ、あの有吉弘行っているじゃない、元猿岩石の。彼はね、栄光成功満足幸せで言うと今日本で最も成功しつつあるタレントだと俺思ってんだよな。彼が求めてるのは成功なんだよ。今ツイッターのフォロワーで100万人だそうだから日本で2位なんだって。上にいるのが孫正義しかいなくてあ、幸せそうな顔はしてないよな、うんうんうん、幸せそうか、うん、そうだな。で、幸せかどうかというふうに聞かれたら多分本人はまだまだですよっていうふうにニヤニヤしながら言うから多分幸せに近いと思うんだけどさ、彼は多分幸せを求める人間じゃないんだよね。成功を求める人間なんだ。だから面白いよ、1年前までの有吉っていうのは上に喧嘩を打ってたんだよ、ね、いかに、上のやつらを追い落として自分がそこに行けるのか、最短距離というのを目指して嫌われないような悪口を言いながら上にいる人がいたら取って代わろうっていう牙を剥き出していた時代の有吉がいたんだけど、最近の有吉違うじゃん。最近の有吉っていうのは下から追いかけてくる後輩の足をみっともなくない形でポンって払うこと考えてるんだ。だから成功しちゃった人間はその成功のポジションが好きになっちゃうんだよ。ずっと自分が追いかけてたものがほとんど手に入っちゃったらその守りの体制に入っちゃって成功するとこういう風になるのか。有吉って成功してる割にその後輩の足の払い方がみっともなくないんだよね。多分散々そういうのをみっともないことやってる人を見てるからこいつをちゃんと持ち上げたりいいようにやってあげてるような感じなんだけど実は足払ってて、で後ろから来るやつに場を渡さないようにしてる。なんでかっていうとお笑い界とか芸能界とかタレント界っていうのはポジションっていうのがあって枠っていうのがあってそこ取られたら終わりだっていうのが分かってるからだな。でその寿命がいつまでも続かないって知ってるから手仕舞いの時期は考えてるんだけどもそこの限界いっぱいまで今のところ評価資本みたいなものを貯めようとしてる。そこら辺がこう今一番成功しててんで後輩の足の払い方もみっともなくないんだけどもがっついてやってるなと思って面白いな有吉多分 さっき幸せかどうかっていうふうに言われたら答えられないと思うんだよ。でそうじゃなくてどん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 自分の上にいる人間に迫っていって蹴落とすって言い方は汚いよな。なんか、追いつこう追い抜こうとしてる時がすごい充実感が幸せっていうのはなんかあ追いついたんだ追い抜いたんだっていう時に一瞬感じる残像みたいなものが幸せだとすれば彼は多分もうそれを過ぎちゃってる。ツイッターフォロワーは100万人だっていうふうにあの有吉松子の怒り浸透で言ったあたりにふんって通り過ぎた影が彼の幸せの絶頂だと思うんだけどもこっから先それを守んなきゃいけないわけだから割と不安の中暮らすんではないのかな。それは成功を求めた者の運命みたいなものなんだけどさ。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひ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 チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは。